はい、どうもご視聴ありがとうございます。無慈悲な笑顔やってまいりましょう。前回ね、2話目をクリアしたので次は3話目かな。これか。誰かが紡ぐお話。ある夜誰かの声が聞こえた。誰かが私に言う。どうして？だってその声は。これは1話2話のトゥルーエンド達成後にプレイ推奨っていうことで、やっぱりまあトゥルーエンドが静止なんですね。そりゃそうだ、トゥルーだもん。じゃあ行きましょう。これが主人公、今回の。あれ？テルちゃん？眠れない。違うかな。誰かの声が聞こえた気がしたんだけど、もしかして幽霊でもいるのかな？って、私はそんなもの信じないけど、なんかでもちっちゃくない？窓ガラスに対して。信じないんだけど、ね。これは小人なのか、それともサイズ的な問題なのか。また声がする。ねえ、あなたは誰？あなたは私、剣坊です。どうも、よろしくお願いします。冷たい、冷たい。ここはどこ？何も見えない。何かが落ちてくる。これは土？あ、埋められてる。埋められるの？私はまだ死んでないのに。あ、ダメだ。これはもう。あら、あ、生き埋めって辛いって聞くよ。私が死んで、私が生まれた。転生した？異世界に？何か聞こえる。あの子の悲しい叫び声が。慈悲が消えた。あなたの笑い声が。あの子、あなた、いろいろ入ってくるけど。まだ何か聞こえる。これまでの話と関係あんのかな？ちょっと指示語が多くて。とても優しくて悲しい声。誰かがあの子に微笑んでる。色付けられてるから青い人が、青い人と黄色い人がいるのかな？あなたは誰？わからない。でも一つ分かったことがある。あなたは私と同じで違って、あなたが嘲笑うもの。青、緑、赤、黄色、4人か。そして、これからあの子の目の前で死ぬのでしょう。そう言われましても。あ、これが私？右にいる子が。和服で可愛いね。あ、黄色い目。緑の子かな？これはさっきの、あのタイトルで言われてた緑色のあの子みたいな。あれ？私何してたんだっけ？思い出せない。とりあえずこの辺りを見て回ろうかな。上を向いてる状態で決定すると調べられます。はいはいはい。あ、左に進んでく感じなのか、これは。下を向いて調べるものもあります。難しいな。さあ、歩んでみて。君が思うままに。はい、じゃあ、右に右。俺の思うままに。俺に好きなようにやらせると、好きな方に行かないと、分かってくれ。自由にさせないでくれ。俺に自由を与えないでくれ。青い空、なんでだろう。長い間見てなかった気がする。こっちに行きたい。帰りたい。もう、なんか、すべてほっぽり出して。仕事もしないで。これなんだろう。石碑は死が近いものにのみ瞳に映り会話ができるとかかな。神様？また誰か。かすれていて読めないな。読め読め、頑張れ。彼岸花か、この赤いのは。赤い花。赤い花は毒がある。リス、かわいいな。でも睨まれてるような。気のせい？なんか、あ、スズメさんいるじゃん。スズメさんに話しかけとこう。小鳥だ。あれ、あの小鳥、何かに怯えてるのかな。やっぱ、ちょっと私のこと嫌ってるね、みんなして。すげえ臭いのかもしんない。あ、いる。なんか女の子が。あ、狼だ。俺のことを敵視してる。孤独を嫌う少年、どうしたの？もしかして誰か来た？そんなわけないか。あ、見えてないのか。あ、じゃあ目に映るのは、私のことが目に映るのは、死が近いものだけ？じゃあ、あいつを死に近づけてやる。この彼岸花を喰らえ。種に毒があるって聞いたぞ。きゃ、怖い。すごく警戒されてる。通れない。あの、すいません。聞こえてないよ、多分。あれ？聞こえてないのかな？どうしよう。なんでお前は見えてる？お前は死が近いのか？あいつ死が近いのか、じゃあ。動物の寿命って短いって言うしな。どうしよう。どうしよう、どうしよう。赤い花。赤い花食わそう。あ、赤い花食わす。食え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 。お食べ？パクパクパクって。え？赤い花にビビってる。どうしたんだあいつ。あんな逃げちゃって大丈夫？あれ、君は？あ、見えてる。別に私がそういうわけではないの。私、くし赤い花と申します。珍しいな、この森で誰かと会うなんて。あなたは？僕はこの森に住んでるんだ。こうやって誰かと話すのは久しぶりだな。あ、孤独を嫌ってるけど一人で住んでんだ、この森で。辛いな。あれ、今度は声が聞こえてるみたい。あなたはここで何してるの？この場所で花をいっぱいにしたくて種を植えてるんだ。はあ、なるほど。花？
僕体が弱くてこの森から出られないんだ。なんで？この森じゃないとダメってこと？いつも一人なんだ。だからせめて寂しくないようにこの辺りを花でいっぱいにしたいなって。でもせっかく咲いてもあいつらが全部引っこ抜いちゃうんだ。あいつら？そっか、やめろって言ってるのに動物たちかな。はあ、ん？神の役目を果たせ。あ、私に問いかける声が、赤い声が。神の役目は、ねえ、あなたの願い叶えてあげる。なるほど、神の役目は人の願いを叶えること。え？どうやって？あなたはただ祈ればいいよ。わかった。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。あ、めっちゃ赤いの咲いた。毒がありそう。すごい彼岸花かな、真っ赤な。すごい、すごく綺麗。まるで神様の。君、神様？なわけないよね。違うよね。わかんない。どうしたんだろう。神様のこと恐れてるのかな。神は皆の近くにおるぞ。違うよ。そっか、よかった。君ありがとう。どういたしまして。神じゃないならそれはそれで怖くないか。じゃあ私行くね。またね。うん、またね。かわいい。さよなら。私行くね。バイバイ。綺麗だな。ゲホゲホ。ああ、大丈夫？そういえばあいつらどこ行ったんだろう。鳴き声も聞こえないし、遠くに行っちゃったのかな。確かにリスとかいなくなってる。リスとかスズメとか、生きてる？生きてる？生きてる？死んでない？ここら辺に。鳥の死体とか。犬もいなくなったし。この森出ますか？どうしよう。まあ、セーブして出るか。別に、どうせ、一周目はトゥルーいけないんでしょ。出てやる。ん？あ、出れる。畑だ。あれ？誰かいる？斧がある。一人で住んでんじゃなかったの？夢見る少女。あら、いらっしゃい。何もないけど、ゆっくりしていって。ん？そういえば見ない顔ね。最近引っ越してきた子？多分、そんな感じかな。見た感じ、年齢も近そうだし、女の子のお友達ができて嬉しい。私とあなた以外に女の子っていないの？一人いるよ。あ、いるの？でも選ばれちゃったから、うわぁ、にえになったな。選ばれた？私もわからない。さて、今日は何しようかな。私の餌になっちゃったってこと？ボロボロの家具。あ、進めない。ちょっと通してよ、私を。何かいいことないかな？なんかいいこと。やっぱり私は長い間空を見ていない。でもなんで？なんで空を見てなかったんだっけ？瞳に空を映しちゃいけないのか？でも今映しちゃってるね。あ、戻る必要はない。戻る必要はない。もうしょうがない。あ、森と森でこれ別の森なのか。なるほどね。マス目的にはそんな離れてないけど、一応別の森扱いってことかな。何かいいこと、何かいいことしてあげないとこの子は私を通してくれない。アンに言ってる。あ、木に黒いてるてる坊主、ほんとだ。上の方にある。どうしたらいいのあれ。なんか面白い、面白いね、あれ。あ、面白いね、めっちゃ。あ、そうだ。今日はもう遅いし、泊まっていったら？え？狭いけど、それでいいなら。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。いいの？優しいね。一泊させてくれて。お金があればみんな帰ってくるのに。お水があればみんな苦しまないのに。それがあればお父さんも家に帰ってくるのに。お父さんもどっか行っちゃったんだ。あなたに望んではいけないのに。神様、望んじゃいけないの？私は願い叶えるよ。神様か。え？ダメなの？願い叶えるよ。お水と何？何が必要？お父さん？お父さん作ろうか、今から。私はどうすれば神の役目を果たせって。神の使命に従えばいい。人間のために君が悩む必要はない。神の使命。あれ？あなたは誰？とても悲しくて怒りを感じる声。うわー、財宝金銀。あなたの願いはこれだよね。喜んでくれるよね。わーい、あかり、お金大好き。金がたくさん置いてある。やった、喜んだ。これは昨日神様に祈ってたことが現実になるなんて、こんな直接的に叶うことあんまないよ。よかったね、願い叶ったんでしょ。うんうん、でも神に祈ってそれが叶ってしまったのね。何かあるの？叶ってしまったら何かいけないことでもあるの？あなたは何でもない。なんか伝統があるんだろうな。神に祈ると何か対価を持ってかれるっていう。あ、斧がある。斧が赤い。やだな。赤字の斧は。お父さん早く帰ってきて。じゃあ私は行くね。じゃあ行こうか。あ、忘却の遺跡、雨の村。雨の村って最初の第1話のやつ？もしかして。木がある。元気がないように見える。
そういえばこの辺り水が少ないよね。気のせいかな。あ、そのせいかな。誰か書いてある、殺人犯逃げるみたいな。逃げるも見つからず注意せし。最近この辺りに悪い人がうろついてるからね。へー、あそこの家の人がいろいろしてくれてるから安心だけど、一応気をつけるんだよ。はーい。あなたも祈りなさい。あの子が私たちの代わりになってくれたんだから。アメちゃんのことかな。神を語り伝えてはいけない。神を語り伝えてはいけない？なんでだろう。ここの人たちは神様を恐れてる気がする。その人たちが作った石碑だとするなら、逆に神を語り伝えて忘れないようにした方がいいと思うんだけど。はいはい。雨が止んでよかったけど、何か不吉な感じがするのよね。あなたもそう思わない？私は別に。そう。私だけなのかしら。最近嫌な夢を見るんだ。白髪で赤目の女の子がずっと笑ってる夢なんだけど。白髪で赤目の子。でもこの村にそんな子いないし、君何か知らない？知らないです。白髪で赤目ね、顔っこいいな。なんかだよな。夢の中の女の子の目が今も忘れられない。これは植物だ。白い花。何？息子に会いたいな。この人私に気づいてないみたい。あ、なんでだろう。やっぱ死が近いものにだけ見える。そんなに死が近いものだらけってこと？でこの子は死が近くないのか。この人はすごく大きな家。あー、白髪で緑の目だった。儚い少年。不思議な置物ね。たくさんの本。勝手に読むのは悪いだろう。自制心がある。ここは青いのね。涙の遺跡という絵画がある。涙の遺跡、聞いたことない場所。俺は聞いたことがあるな。不思議だ。じゃあ行こう。お前は無視して行こうかなと思ったけど反応しなかった。私のこと見えないのかな。でもさっきこっち見たような気がするんだけど。気配は感じるけど、まだ死が近くないから。ロープがある。ロープ。屋敷内を調べるのね。もうちょっと。たくさんの本。これかな、怪しいのは。忘却の遺跡という絵画がある。この絵の場所、私が最初にいた場所だ。忘却の遺跡、忘れられた遺跡。あそこが忘れられた遺跡なの？忘れられるべき遺跡なの？どっちなんだろう。あ、誰かに似てる気がする。でも思い出せないな。おい、人の顔をジロジロ見るなよ。あ、それ最初に会った子か。え、私に言ってる？お前以外誰がいるってんだよ。そうだね。じゃあなんで無視したの？お前たちみたいに誰にも干渉されない存在になりたい。あ、理解してる。え、誰にも声を聞かれなくていい。誰の目にも映らない。でもきつくない？どういうこと？さあ、え、僕はもう疲れた。もう誰にも関わりたくない。消えたい。あとは自分で考えろ。ここにある本は全部読んでいいから。ありがとう、読みます。暇だったんだ。ジャンプある？ここ 最新刊の忘却の遺跡付近の花について。赤いやつね。信仰されていた神が残した花と言われている。その神は周辺の植物を毒に変えると言われていたが、実際はそのような力はなかったと言われている。あ、よかったよかった。しかし信仰によりがそれ、あ、信仰によりそれが本物になり、花が毒になったのではないかと考えられる。プラシーボ効果ではないけど、まあそんな感じで祈ってしまった、そう信じられたことが実際に神の力になっちゃってんだ。強い毒はないが、それが大量に咲くことにより周辺が毒に侵される。そのためか森の動物はその花を嫌っている。忘却の遺跡の神の存在は確認できないが、花があるということは今もなおこの世にいると考えられる。彼岸花でした。やっぱりこの地に伝わる神と人間との間で行われる儀式、雨乞いの儀式。神の目の前で死ぬことで涙を引き出し雨を降らせる儀式。これは1話のやつか。式歩みの儀式、瀕死にさせ神と対話する儀式。式歩みの儀式、神の目の前で瀕死状態の子供を殺す儀式。本来の儀式をねじ曲げ、式を止めるために行われていた。なんとか爆、金爆とか、縛る儀式だね、何かを。神なるで糸を生きた状態で地にし、なんだろうこれ。神殺しの儀式じゃないこれは。神の〇〇を殺し、神そのものを消滅させる儀式。神の〇〇を殺し、なんだろう。もう読めない。おい、ここの本どうなってんだよ。おい、お前ちゃんと管理しろ。気になる本はない。おい、お前大事な本なんてことしてくれた。何が来るということは分かってたが、まさかお前が来るなんてな。うん、誰かの手帳がある。ここの主のものだろうか。あいつらが嫌うのは自身と重なる死を見ること。選ばれた者の役割はその命をもって神を止めること、そして神の心を揺るがすこと。はあ。
神の心を揺るがす。仲良くなった方がいいのかな。優しい子だと聞いていたが本当にそうだった。人で亡くなった心の部分を除けば、人で亡くなった心の部分、私のこともしかして。恨まれる覚悟はできている。僕はあいつらをもう一度殺す。誰かの手帳がある。あいつらと対話できる人間は死期が近いもの、もしくはそれに近い状況になったもののみである。昨日涙の遺跡に向かった。そこには笑顔で笑う白髪の女の子がいた。これアメちゃん、アメちゃんじゃない、テルちゃんかな。友達を待っていると言っていた。あのあとどれほどの時間が経ったのか知らないのか。お前の友はもうこの世にはいないのに。そして対話して分かったことがある。僕の死期が近づいているということだ。病気でもない僕になぜ死が近づくのだろうか。そういう死まで分かるの？外的要因による死まで把握してんの？答え示すものはひまわり、ひまりじゃない、アジサイかな、アジサイ咲く土の下で眠っている。答え探すものは無の石碑を西から眺めて求めろ。西から眺めるのね。オッケーオッケー。とりあえず一通り調べて。なんか薄くない？また人の顔をじろじろと、なんか薄い気がするんだけど。髪の毛の話はやめろ。なんだよこれ、私に聞かれても。ああそうか、それがお前たちの力なんだな。え、これが僕の願いなのか、お前たちが僕の存在を消したくてこうしたのかは知らないが。え、違うのか。僕の一族が全ての元凶なのに。どういうこと？隠されていたわけだし知らないのも仕方ないか。隠す？式？歩みの儀式？お前はその時代のやつか。でもおかしいな、あの時代に紙縛りの儀式を行ったのは一人だけだったはずだ。紙縛りの儀式か、本に書いてあったあの不正事のやつか。もしかしてテルのこと？あの時戻ってこなかったのは、あの子は今どこにいるの？お前と同じだ。でもなんでそんなに。なんか意味深。お前まさか友達か？本当に神の導きなのかもしれないな。これが最初で最後の償いの時かもしれないな。なんか納得してるけど。全てを終わらせるための儀式が2つある。1つはお前たちを殺す儀式、もう1つはお前たちを人に戻すとかかな。何に戻すんだろう。私は何をすればいいの？わかんない。誰か教えて、教えて教えて。わかんない、記憶しとこう。ここまで来て君はどう思った？なんか大変そうだなって思いました。丸。あーそっか、君と私は少し違うよね。君はまだ人間側の考えなのかな。なら教えてあげるよ。神は何をするべきなのかを。何をするべき、戻っておいで、そうすればわかるから。ふふふ。なんかこっち行きたいんだけど。だってアジサイの下になんかあるんでしょ。西から見なきゃいけないんでしょ。戻んなきゃダメか。うわー、上に立つ者が急に消えれば、周りのことを見ずに己の願いを叶えた結果だよね。え、どういうこと？お前はなんで生きてんの？主が消えて村はめちゃくちゃだ。どうなってるんだ？主はさっき消えたやつ？神を語り伝えてはいけない。人間が死んでる。やっぱ死が近かったのか。じゃあこっち側行ってみる？うわ、欲望が欲望を呼び不幸になる。お金があったせいか。お父さん帰ってくる前に。おい、もっと金がねえのかよ。親はどこ行ったんだよ。お父さんは今はいないの。それにあなたに渡せるものはもうない。しょうがねえな。なら死んでも仕方がないよな。助けないと。でも私には何の力もない。彼女も祈ってくれない。なら私が祈ってくれ、頼む。祈って、お願い、祈って。今にも少女を殺しそうな大人の人がいる。なんとかしないと。なんとか、なんとかって、なんとかって、な、何ができる私に。ああ、斧がある。なんでこんなところに斧。斧、やだやだ。ああ、こっち側からしか行けないか。ああ、もうやだ。食らいなさい。その斧で何する気なの？あ、誰に向かって話して。あれ、悪い人間は俺のこと見えないの？今すごい式近いよ、悪い人間ちゃん。見えてる？誰だお前。見えてる。よくわからねえが、まずはお前から。あ、私が行動を変えたことによってこの人の式が急に近くなったのかな、もしかして。どうすればいいかわからないよ。ああ、やっちゃった、やっちゃった。ごめん、ごめんなさい。ああ、そんなことする人だと思わなかったのって。これはお父さんは、ごめんなさい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 。あんた悪くない、ああ、祈っちゃったからって思ってる、もしかして。あんた悪くないよ、悪いのは全部私。井戸に飛び込もう。
井戸がある。まだ、これはもういらない。青の置いてく？一応持っといた方がいいんじゃない？周りにいた大切な存在にさえ気づかずに犠牲にする。わあ、だよな。少年が眠ってる。もう目を覚ますことはないのだろう。なんでピンクになってってんの？また歌ってる、この歌。おかえり、四つ葉。え？四つ葉？私。私四つ葉なの？なんで神様になったの？あなたは？私が四つ葉。テルの友達だったから。あなたどうしてここに？夢見る少女。私はね、うい、アメちゃんの子孫でいいかな。ういっていうの、選ばれたものだよ。私を助けてくれたってことは私の死で悲しんでくれるんだよね。雨が降らないから今度は。え、じゃあ私、え、ちょっとその仕事テルちゃんの仕事だから、ちょっとうちじゃないです。管轄違います。窓口違います。あっち行ってください。友達になれると思ったのにな。何を？神様を止める方法はね、一つしかないの。違う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 、窓口違うってマジで。ごめんね。うちじゃない。やってませんそれ。やってんの？うちやってんのそれ。聞こえる？あなたに言ってるんだよ。ずっとずっと待ってた。あなたに私の声が届く。この時を待っていた。どうして？え？だってその声は。あなたは誰？私が誰かわからない？さっきも言ったでしょ？私はあなたに言ってるの。え？色で人分けてんじゃないの？青字だよ。もうわかるよね。ごめん、全然わかってない今。私は、雨が降ってるね。きっとあの子が泣いている。だからこれは、あの子はだからテルちゃん。約束だったよね、一緒に笑って遊ぼうって。だから終わらせないとね。戻ってきた。四つ葉。四つ葉はどうなってんの？私はこんなこと望んでない。私はただ待ってるだけなのに。この声は、この声は四つ葉の声ではないのか。今までずっと聞こえていた声とは違う。赤い声ではないな。とても懐かしい声。この声を追ってみよう。テルちゃんの声かな。見える人と見えない人がいた気がする。私が見えた人は全員。あ、そうだよね。あれ、もしかしてここの血はもしかして違う。え、あ、青い空と赤入る、赤が入る。なんで？じゃあここであの子は、夢見る少女は死んじゃったのか。ただ一緒にいたいだけなのに。テルちゃんっぽいよな、ただ一緒に。そっか、動物たちがそばにいたんだ。彼がそれに気づいてなくて私が余計なことをした。あー、動物たちも離れちゃって。ここにあった金がなくなってる。君がいないのが辛いの。ウイの本当の願いは家族と一緒にいることだったのかな。私が勘違いしてしまっただけ。あ、お金じゃなくてね、本当に欲しいのはお金じゃなくて家族が家にいることだったんだよな。それだったら助かってたしな。気がある。元気がないように見える。人間が死んでる。人間が死んでる。神を語り伝えてはいけない。こっちは？で、あなたはなんでまだ生きてんの？森が、息子が、ウレンが、え？あ、あっちの方にいたのもあんたの息子、ウレンなの？アメちゃん、アメ一族の息子なのか。なんで帰ってやんなかったの？あなた、孤独が嫌って言ってたのに。うわ、割れてる。ねえ、早く見つけて、私のところに来て。彼は一人で何かを抱えていた気がする。それで消えたかったのかな。わからない。ここの家の人はちょっとよくわかんないな、マジで。何かが置いてある。お前にこの鍵を託そう。真実を知ってどうするか、それはお前の自由だ。たとえお前たちが存在し続け、人間が滅びることになっても、僕らはそれを受け入れなければならないのだから。テルマ？テルマ、やっぱテルちゃん一族の子孫か。この鍵って何もないんだけど、もしかして誰かが持っていった？うわー、パクられてんな、これ。誰かが割ったんだろう。あ、こっちから出れない？別に。出れないか。ロープ。ロープ。ロープをどう使ったの？あ、一応出れるのね、こっちから。
じゃあアジサイのなんかあたりにあるっつってたよな。誰かいる。あれ通れない。あ、通れた通れた。こういうことか。これは誰。石碑のようなものがあるが何も書かれていない。んー、ちょっと追っかけてみよう。あー、何か見落としてる気がする。急がなきゃダメ。拾わなきゃダメか。急ぎたかったな。答え示すものはアジサイ咲く土の下で眠ってる。探すものは無の石碑を西から眺めて求めろ。アジサイはたくさんあるから分かんないけど、ちょっと無の石碑を西、こっちから。あれ、何かある。これは隠し通路。鍵穴があるけど鍵はかかってないみたい。テルマって人が言ってた鍵か、鍵ってもしかして。じゃあ行ってみよう。うわ、すごい綺麗。ここはもしかしてここに真実があるのかな。何か書いてある。儀式で生み出した神は神であって神ではない。故に本来は存在してはいけない。儀式で生み出した神。この儀式は行ってはいけない。忘れなければならない。だが忘れてはいけない。神は人々が生み出した犠牲の象徴であるのだから。神であって神ではない。そうだよね。神って呼ばれても、もともとは人間を神にする儀式があるっていうことなんだな。で、そしたらその神の力を使えるから、まあ、四つ葉とかテルもそういう経緯で神になっちゃったのか。神縛りの儀式。神聖な場所にて人間を生きた状態で自然に返し、あー、生き埋めにしろってこと。生き埋めだから冒頭の話か。生き埋めにすることで恩恵を与え、そのものの魂を浄化させ進化か、魂を進化させ人々の信仰によりその地に縛る儀式。生きた状態で自然に返しって。思い出した。冷たい冷たい。ここはどこ。何も見えない。何かが落ちてくる。これは土。埋められるの。私はまだ死んでないのに。あー、ダメだ。これはもう思い出した全部。許せねえあいつら。そうだ、私はあの時大人の人に刺されたんだ。でも死ななくてそのまま埋められた。四季様がいたあの遺跡は神聖な場所って言われてたから、私はたまたまこのたまたまなんだ。この儀式の条件が揃って。他にも何か書いてある。神殺しの儀式。神の命は永遠だが心は永遠ではないため、神が拒むことを行い続け。もう嫌な殺し方。もう嫌な、もうやめてよ。神の心を殺し消滅させる儀式。心を殺すのね。しかし人間に戻したわけではないので、輪廻の輪に帰れず無となって世界から消え去る。また何か書いてある。神ほどきの儀式。あ、人間に戻る儀式もあんの。恩恵を受けている地から一定以上引き離し、神を人間に戻す儀式。あ、そういうこともできるんだ。人々から信仰を消し、神のマナを知っている人間が神の手を引くことでその地から引き離すことができる。はあ、なるほど。信仰を消して神の手を引いて、その地から引き離すので、まず信仰を消さなきゃいけなくて、その上で神のマナを知ってる人間が神の手を引く。難しいね。そしたらようやく神がその地から離れることができるんだ。で、神から解放されるため戻った者は輪廻の輪に帰ることができる。だから人に戻れるんだ。私も戻りたいな。何これ。私たちが元に戻る方法はあるけど、こんなのできっこない。どうやって私が四つ葉だよって教えてあげるんだろう。でも私たちがいるだけで誰かが傷つくなら消えるしかないのかな。戻るのちょっと大変そうだよな。私はいつまで待てばいいの。言われた通りいい子で待ってるんだよ。待ったって私たちの望みが叶うわけじゃない。いい子で待ってたって何も変わらない。でも何も変わらなくてもそれでよかったのかな。あの時大人の人たちに逆らったから本当のことを知ることができたけど、こんな気持ちになるぐらいなら何も知らないままでいたかったな。でももう私のマナーを知る人がいないんなら私一人じゃどうにもなんない話だな、こりゃ。一回出よう。アジサイ関係あるの。足が重い。なんで戻らなくていいのかな。あー、そっか、神様はその地に縛られるんだっけ。あー、なるほど。ここが私の行ける限界なのかな。鎖みたいなのがあるんだな。何も変わらないけど、もう少しだけ奥に行けないかな。奥に、あ、行ける。ちょっと頑張れば行ける。あ、誰かいる。こんにちは。誰かいる。待って、私もちょっとしんどいからこっち来て。こんにちは。選ばれた者。誰。この先は選ばれた者しか入っちゃいけないんだよ。選ばれた者。あれ、アメちゃんもしかして。
神は誰かの死を見たいわけじゃない。知ってる。ならなんで？ごめん、そうだよね。私もあなたと同じ。何もできなくて、わからなくて。あの時、あの場所で全てを諦めた。じゃない。え？同じじゃない。このままみんなが苦しみ続けるのは嫌だ。でもね、私たちだけ助かるのも嫌。人間も神も救われてほしいの。だから私は神ほどきの儀式を成功させたい。あ、神ほどきの儀式をしようとしてんの？そっか、あの場所の先に入ったのはあなただったんだね。でもそれならわかるでしょ？あの儀式は神の信仰を消して私たちの名前を知る人間が必要なんだよ。信仰を消すってことは神と人間との関わりをなくすってこと。そっちの方が大変か。そうすれば人間は忘れる。儀式のことも神のことも神の名前も。あー、なるほど。信仰がなくなっちゃったら神の名前を知る人もいなくなるのか。何もかもない状態で死が近い人間にしか見えない私たちを、得体の知れない私たちを、誰が助けてくれるの？確かに信仰がなくなったら助けようっていう気持ちもなくなってるな。ここまで頑張ってきたけど結局意味がなかった。 無駄だった。あなたは神も人間も救いたいみたいだけど、神は救えないよ。救えるのは人間だけ。神殺しの儀式をすれば人間は救われる。ただそれだけ。神殺しの儀式も別に儀式でもない気もするんだよな。もうなんかただただ嫌がらせするっていう。本当にそう思うの？あなたが諦めなかったこと、追い続けてきたものは絶対に無駄じゃない。そして私が諦めないでここにいることも意味がなかったとは思わない。だって私もあなたも逆らい続けて諦めなかったからここで会えた。だからみんなで洗い合える未来を作ろう。四つ葉。あ、知ってる知ってる知ってる。信仰もないよ。もう人もいないから。なんで私の名前を知ってるの？あの子がね、友達の話をしてたの。てるちゃん。なんとなくだけどあなたのことかなって。やっぱりてるちゃん黄色い子。ごめんね。本当はこのままあなたを救いたいけど、村で噂が広がってたからできないと思う。あ、そうなの？忘れられたとしても誰かを通じてあなたたちにつながる。あなたが諦めなければ必ずまたあなたたちを助けようとする人に出会える。思いは強ければ強いほどそれは消えないで紡がれるから。でもあなたたちの信仰を消すにはすごく時間がかかって、そうしたらあなたたちを救う前に殺してしまうかもしれない。人間が死んで誰もいなくなるかもしれない。それでも耐えて。きつ。その時が来るのを待つの。私はここで終わりだけど。え、なんで？絶対にその時が来るから諦めないで。もしも私たちを助けようとする人が現れなかったら、もしも誰も来なかったら、私が助けに行くよ。え？神様とか不思議な力があるんだから。生まれ変わりだってあるよね。そっか、もう生贄として死んじゃうのか。神ほどきの儀式ができるようになったら私はまた生まれたい。じゃあ信仰が消えるまでテルと遊ぶ約束もしちゃったからね。大変な約束しちゃったね。テルは満足するまで付き合わされるよ。ふふ。あの時あなたみたいに最後まで諦めちゃいけなかったんだよね。まだ遅くないよね。私もあなたみたいに最後まで諦めない。ずっと先にあるその時まで紡いでみせる。それでみんなで一緒に遊ぼう。うん、約束する。ねえ、あなたの名前は何？あ、やっぱり私の名前は雨。雨、そろそろ行かないとね。またね、四つ葉。うん、またね、雨。さよなら。また待ってるよ。信仰消すから俺。何もしねえから。祈られたらでもやっちゃうのか。必ず紡いでみせるから。だから、祈りを聞かないようにしよう、もう。その時までさようなら。ああ、聞こえない、聞こえない。あ、聞こえない、聞こえない。もう戻る必要はない。うわあ、引きこもりたい。やだ、ここ。もう。ああ、誰かいる。白い髪に赤い目の女の子。あの人間が言っていた約束は叶わない。なんでだよ。誰だお前。優しくて。儚くて。あれ？あ、お前、しきちゃん？バカバカしい。四つ葉、君も同じだよ。神である君には何もできない。あ、でも違う？あなたは、ずっとずっと君は眠ってたからね。私のこと忘れちゃったかな。少し変わったんですね。あ、しき様。あ、しき様。ふふ。確かにしき様の言う通りかもしれない。私は人間の時雨のようにはなれなかった。途中で諦めてしまった。でももしあの時諦めてなかったら何か変わってた気がしませんか？時を戻りたい。四季様、今度こそ終わりにしないといけないんです。人間だけじゃない、私たちのためにも、みんな救われるために。あの儀式のことかな。確かに成功すればみんな救われるかもしれない。でも君が死んだ時、死んだあの時聞いた人間の言葉、あれを聞いて思ったんだよ。もう誰も救われなくていい。望んで殺して神にしたくせに、それを否定する無慈悲な人間が許せない。無慈悲な笑顔ですね、人間たちの。そんな人間が望み作ったのは無慈悲な神様。今度は神が人間を望んで殺すんだよ。そしてそれが終わったら最後は私たちの番。私はそんな自分も許せないから。
まあもうね、あんなことされたら確かにな。ふふ、君は人間の幸せと不幸の願いが混ざった神、それに従い幸せと不幸を与える使命がある。私は何の神なんだ、そういえば。そしてそれは誰かの死へと紡がれる。君も私と同じなんだよ。私結構万能的ななんか神の力持ってるよね。だから四つ葉、君も許されない。私たちは確かに何かが欠けていて、無慈悲な神様なのかもしれない。そして何も知らず犠牲を出し続ける人間も無慈悲なのかもしれない。でもお互いそれを受け入れちゃいけない。みんなで今度こそ救われるべきだから。だからあなたに何を言われてもそれは変わらない。今度は最後まで逆らい続ける。絶対に。なら逆らい続けてよ。神に負けて人間を殺し尽くしてしまおうか、心が負けて君が消滅してしまうか、私はどっちでもいい。どの結末に行っても私は残った方を殺して全て終わらせる。ラスボス感あるな、シキちゃん。シキ様、君たちの思いが打ち勝って解放されるのを祈ってる。あ、でも一応祈ってはくれるのね。私は君たちを見ている、その時まで。なるほど、赤色がシキちゃん、黄色がテルちゃん、青色がアメちゃん、そして緑が四つ葉ということでね。テルや四つ葉は本当の神様じゃない。じゃあシキは？もしも本当の神様がいるのならどうかお願い。私をもう一度あの時に戻してみたいな。あ、生まれ変わらせてか。今から私は死ぬんだから。あ、で生まれ変わって現代か、これ。確かになんか、あれ？服装が。やっぱり誰もいない。いなかったけど、でもずっと耳に残ってる。雨の音と泣いてる女の子の声。誰だったか思い出せないけど、何かが私の中で残ってる気がする。アジサイが綺麗に咲いて、雨が永遠に降り続いて枯れていった世界。私は見覚えのないあの場所で生きていて、あの子の目の前で死んでいった。今こうやって生きてるのにおかしいよね。それと誰かとの約束。そう、雨って人が、私と同じ名前の人が交わした約束。あ、名前は一緒なんだ。生まれ変わっても名前は一緒ね。今もその約束は残ってるのかな。ねえ、どこかにいるんだよね。約束の時はきっと。おかえり。誰かが私に言った気がした。これは誰かが紡ぐお話。あなたが紡いでくれたお話。そうか。はい、誰かが紡ぐお話はエンディング一つしかないみたいですね。割となんか、中間というか次につなぐためのお話っていう感じがしますね。現代にここから移ったのかな。ちょっと怖い話あるけど。すげえ怖い話があるけど、誰かが覚悟を決めた時選択可能で、120のトゥルーエンド、3話のエンド達成後にプレイ推奨なので、次回はこの0話か、誰かが壊すお話、シキ様が生まれた時のお話かな。はい、ということで、次回やっていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。